タラヤ、または、ゲオルギー・ザンタラヤは、ウクライナの男子柔道家。グルジアのアブハジア狩り出身。グルジアで生まれるが、アブハジア紛争の影響で5歳の時に、ウクライナのキエフに移住した。柔道は10歳の時に、学校で始めた。2009年の世界選手権では、平岡匠を破って優勝したが、2010年の世界選手権では、 ウズベキスタンのリショドソビロフに敗れて2位だった。2012年7月のロンドンオリンピックでは初戦で敗れた。2013年から6 6ラム級に階級を上げた。世界選手権では3位となり、2階級でメダルを獲得することになった。2014年の世界選手権では準々決勝で海、追い沼正しに指導1で敗れるが、 その後の3位決定戦で高市健吾を指導1で破り前年に続いて3位となった2016年のリオデジャネイロオリンピックでは初戦で敗れた2017年のヨーロッパ選手権では優勝した2018年の世界選手権では準々決勝で安倍一ふみに敗れて3位だった2019年のヨーロッパ競技大会では優勝した 体操選手のような軽技的動作を畳の上でよく見せるなど、オーソドックスとは言えないその独特の柔道スタイルのため、レスリングやサンボの影響を受けたともみなされているが、柔道以外のスポーツに取り組んだことは一切ないという。基本技術を習得した上で、独自の技術を編み出すことに努めた結果、この柔道スタイルになったと語っている。また、 日本の柔道スタイルが好みだとも言われている。アイフ世界ランキングは3395ポイント獲得で13位となっている。60kg 級での戦績 66kg 級での戦績。ありがとうございます。